マイナビニュースをご覧の新社会人の皆さん、こんにちは。俳優の前川泰之です。ようやく緊急事態宣言も段階的に解除されて、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。僕も本当に社会人になってからもう25年近く経つんですけど、こういう経験は本当に初めてで、これだけの長い時間仕事をせずに家族と過ごすっていうのも初めての経験だったので、なかなか貴重な経験をしたなと思っています。そんな中で、新社会人としてこれから、世に出ていく皆さんに今日は本を紹介したいと思って持ってきました。それがこちらです。浅田次郎さん原作の身分義士で、単行本で今上下巻ですね。まあこう合わせるとこれぐらいあるんで結構読みではあるかと思いますが、どうして僕がこの本を選んだかというとですね、僕が社会人になりたての頃にうちの母親からもう本当に素晴らしいドラマがあるからぜひ見なさいと言って、DVD を渡されたのがこの身分義士伝というドラマで、渡辺謙さんが主演でした。で、まあ、そのドラマを見る前にちょっと原作を読もうと思ってこの本を僕は自分で購入して、読んだんですよね。でちょうど、そのヨーロッパとか僕は20代の頃、モデルの仕事をずっとしていたんですけども、半年に1回ぐらいこうミラノとかパリに仕事で行くようなことがあって、その時にこう飛行機で移動する時間、電車で移動する時間というのはたくさんあったので、こういった本を買って読んでたんですけど、もうこの身分義士伝を読んだ時のその飛行機の中でもボロボロ涙が止まらなくて、その衝撃を今でもよく覚えてます。でその何がそんなにこう自分に刺さったのかって今考えると、この身分義士伝の主人公、その今でいう岩手県の、当時南部藩という江戸の終わりの話なんですけど、の出身の吉村寛一郎という人の生き方が、全部話になってるんですけど、本当にこう優しくて強い人で家族思いで、そのために自分の命を削って、仕事をしているっていう男の生き方、ありさまみたいのをすごくこう描いてる本なんですよね。で、その中には辛く悲しいエピソードとか出てくるし、友情だとかそういう家族の愛だとかっていう話がすごく出てくるんだけども、この本を読んだ時に自分の中で、あ、こういう世界観、物事の考え方っていうのが本当に自分が好きなんだな、自分は多分こういう生き方がしたいと思ってるんだなって本当に気づいたんですよね。なんていうのかな、とにかくこうまっすぐ誠実に、男として、選ぶることもなく、家族を大切に、命を全うしていく、そういったところにものすごく共感したのを僕は覚えてます。この本の中ですごくこう印象に残ってるエピソードがあって、僕はそれたまに思い出すんですけれども、その南部岩手県にはこう石割桜っていう有名な桜があるっていうエピソードが出てきて、それはこう大きな石を割ってそこからこう芽が出て、で、花を咲かせるんだ、それぐらいこう、寒い冬を乗り越えて、石を割ってまでこう力を蓄えて力強く、花を咲かせる桜、そういうふうに、南部の子供たちは生きなさい、武士として生きなさいという教えが出てくるんですよね。でその言葉が僕はすごく素敵だなと思って、でちょうど2年ぐらい前に仕事で、盛岡に行くことがあったんですけれども、その時に、実際に、あるんですよ。でそれ確か盛岡市役所の前だったと思うんですけど、もうこんなに大きな岩の間から、大きな桜がこう伸びてて、春になるとそうもう花を咲かせるんですけども、僕20代からモデルやって30代に俳優っていう仕事をやって、すごくこう華やかに見える世界ではあるんですけども、やっぱり仕事がなければ、収入も得られないですし、なかなかそこでこう活躍して長く生きていくっていうのは難しい世界だと思うんですよね。でそういうこう不安定な社会にいる時に何が大切かって言ったら、やっぱり自分がしっかりと地に足をつけてること、自分の信念みたいなものをしっかり持ってることがすごく大事だっていうふうに若い頃から感じるようになりました。
で本当にこの三吹市伝に出てくるその石割桜の話は全くその通りで、これから皆さんが、社会人としてこう世に出てってなかなか思うようにいかないこと、もしくはまたこういうコロナのことみたいに世の中がストップしてしまうようなこう思いもかけない出来事っていうのはこれからも出てくるかもしれない中で、じゃあどういうふうに、自分の身を、心を保っていったらいいかっていうふうに考えた時に、やっぱりこう辛い時こそしっかりと自分の根を足を大地に張って、その時に自分がこう取り入れられるエネルギーをしっかりと溜め込んで、いつか春が来る時をしっかり待ちこたえて、そこで春が来た時に思い切って花を咲かせる、そういうふうに、皆さんも、これから社会に出ていく中で、なんていうのかな、ちょっとこう気持ちを持っていただけたら、辛い時耐え忍ばなきゃいけない時に少し力になるんじゃないかな、僕がそういうふうにしてるように皆さんもそういうふうに感じていただけるんじゃないかなと思って今日はこの本を用意しました。これだけ、社会がストップしてしまった中で、本当にこう新社会人としてこれからスタートを切らなきゃいけない皆さんは、不安だとかこれからどうなるんだろうっていうちょっと怖さみたいなものっていうのはすごく強く持ってらっしゃるとは思うんですけれども、そういうピンチこそ、自分にこう養分を蓄える力をため込むチャンスだと思って、何でもいいからとにかく一生懸命、遊ぶことでも、趣味のことでもいいし旅をすることでもいいと思うんですけど、自分に取り込めるものをたくさんため込んで、いつか、来る春に向けて力をためて、そのチャンスが来たら思い切って花を咲かせてもらいたいと思います。これから新社会人として、皆さんのために、背中を押せる何かと思って、今回はこの浅田次郎さんの三吹市伝を紹介させていただきました。それでは皆さん頑張ってください。